どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、またね、プライオリティパスのね、話をね、させていただこうと思うんですけども、 昨日からですね、ツイッターの方ですね、このね、関西国際空港にあるね、キックスエアポートカフェラウンジのどかっていうのはですね、プライオリティパスね、対象になりましたということで、昨日ね、こちらツイッターで知ったんですけども、ちょっとね、公式の、P、プライオリティパスのね、あの、公式サイトとかに出てなくてですね、まあどうなのかななんていうふうに思っていたら、昨日のもう夜遅くぐらいにですね、更新されまして、こちらね、プライオリティパスにね、乗りましたということで、関西国際空港のね、エアポートカフェラウンジ、 のどかがですね、今回ね、プライティパスね、対象になりましたということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、先日ね、成田空港第2ターミナルね、こちらもレストラン特典の栗田がですね、提携プライティパスね、提携になりましたということで、紹介させていただいたわけなんですけども、今回ですね、関西国際空港のエアポートラウンジ、のどかはですね、利用することができるようになりましたということで、いや、本当にね、プライティパスすごいですね。特にね、この関西国際空港ね、いいですよね。このね、カフェラウンジ、のどかっていうのは、これね、一般エリアにあるんですよね。ですので、国際線 国内線問わずですね、こちら利用することができるっていう風になりますんで、これはね、本当にいいですよね。この一般エリアにあるっていうのはね、本当にいいですね。ということで内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずね、プライティパスのね、サイトから見ていきたいなと思います。ということでこちらはね、プライティパスのね、えー、サイトということで、もう関西国際空港にですね、こちら、えー、っとね、エアロプラザっていうのはね、追加になっておりまして、こういった感じでね、 え、利用する、あの、表示がね、されております。第1ターミナルとエアロプラザということで、こちらですね、キックスエアポートカフェラウンジのどかがですね、えー、利用することができるようになりましたということで、まあ、こちらね、エアポートカフェラウンジのどかに関しては、こちらはね、レストラン特典っていう風になりますんでね、この点は覚えておいてください。前回の動画ね、ちょっと言わなかったんですけども、アメックスのね、発行しているパレディパスね、利用することができないっていう風になりますんでね、はい、この点は注意してください。ということで、えー、こちらがですね、利用することができ ができてちょっとね日本語にね こちら切り替えさせていただきますけども、ちょっとね、こちらね、Google 翻訳だとね、ちょっとわかりづらい部分があるんですけども、このね、カフェラウンジのどかね、24時間営業やっておりまして、関西国際空港のね、エアロプラザっていうところにあります。で、こちらね、ちょっと場所はね、後でね、詳しく見ていきたいなと思うんで、ここはね、飛ばしたいなと思います。で、こちらね、あの、書いてあるんですけども、やはりね、英語をね、日本語に直しているということで、ちょっとね、わかりづらいので、私の方でね、ちょっとまとめさせていただきました。こういった形になっておりまして、今回ね、 あの。 プライティパスのね、サイトが分かりづらくてですね、ちょっと分かんない点もありましたので、こちらの方にですね、お問い合わせさせていただいて、えー、こちらね、作らせていただきました。で、プライティパスのね、特典から見ていきたいなと思うんですけども、まずね、このエアポートラウンジか、まずね、このキックスエアポートカフェラウンジのどかっていうのは、これね、カフェエリア、芝生エリア、個室エリア、シャワールームっていう感じで、4つにね、エリアが分かれているって言いたがちになるんですよね。で、プライティパスのね、あの特典なんですけども、こちらね、 え、1>, 1、2からですね、選択して利用することができるっていう風になってるんですよね。で、まず一つ目ですね。こちらが、え、長時間の、え、利用料金の合計金額から3400円割引っていう利用方法もできて、またね、 え、二つ目ですね。三時間の利用。プラス、ABC の中から二つね選択することができるって言った味になります。ですので、まあ、どっちをね、利用するのは、まあ、お好みになるわけなんですけども、2番の方を選んだら、この ABC の中から二つね選択して利用することができるっていう風になりますんで、まあ、A と B とかね、B と C とか A と C とかね、まあ、これはお好みになるわけなんですけども、アラカルトメニューから食事1、1種類ですね。 で、大人お一人様につき、缶ビール2本。もしくは、シャワー40分。こちらバスタオル流料ということで。こちらね、フェイスタオルはね、入ってるみたいなんですけども、このね、バスタオルはですね、440円だったかな。ちょっとお金がかかるっていうふうになりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。で、この中からですね、2つね、選ぶことができて、これね、缶ビールって書いてあるんですけども、一応ね、サワーもね、選択することができるようです。っていう感じで、2番をね、選んでいただければ、まあ、こういった感じでね、ABC からね、 2つ選んで、えー 無料でね、利用することができて、3時間の,、ね、の間で利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、国内線、書いてありますけども、国内線、国際線、どちらでもね、利用することができて、ここはですね、一般エリアにあるっていう風になりますんで、またね、こちらね、行きも帰りもね、利用することができるっていう風になっておりますんで、まあ、朝ね、モーニングビール2本、サワーでもいいんですけども、まあ、飲んでね、シャワー浴びてから行くとか、まあ、お酒飲んでね、食事一品頼んでから、食べてから行くとかね、まあこ、 ね あの、お好みにはなるわけなんですけども、まあ、こういった使い方ね、到着時もね、あの、出発時も利用できて、またね、一般エリアにあるっていうのがね、本当にいいですよね。で、またね、スナック、え会議室は有料、またね、ラウンジ内の無料手荷物預かりもあるって言った形になります。で、こちらですね、注意事項ね、ちょっとまとめさせていただいたんですけども、こちらね、先ほどから言ってると思いますけども、国内線、国際線、どちらでも利用することができます。で、ゴールドカードと併用可能ということで、こちらちょっとね、後で 解説させていただきますで、到着時も利用することができて、出発時も利用することができます。ですので、まあ、こちらはですね、プライオティパスと一緒にね、登場券。まあ、こちらね、登場券じゃなくても、まあ、出発がね、わかるものをね、お見せいただければ利用することができるっていうふうに、えー、店員の方はね、えー、おっしゃっておりました。で、またですね、レストラン特典になるので、アメックス発行しているプライオティパスはね、利用することができません。ですので、アメックスゴールドとか、ANA アメックスゴールドとか、アメックスプラチナとかはね、付帯しているアメックス のペルティバスはね利用することができないっていう風になりますのでこの点はね注意してくださいそれでは次にですねこちらねキックスエアポートカフェラウンジのどかのね公式サイトっていう風になるわけなんですけどもまあ、この中はですねカフェエリアがねこういった形になっておりまして またね、えー、芝生エリアがこういった形、まあ、テントとかね、こちらも利用することができるみたいですね。で、またね、個室エリアも利用することができて、えー、複数名だとね、こういった個室のね、本当の個室もね、利用することができるみたいですね。で、またね、シャワールームも利用することができるっていった形になります。まあ、こういった感じのね、なっておりますんで、まあ、気になる方はね、ぜひ公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、チェックね、してみていただければな、なんていうふうに思うんですけども、 こちらがね、料金表になっておりまして、今回ね、あの、プライベーィパスで利用する際は、まあ、3400円で、ね、割引で利用することもできるっていう風になっておりますんで、まあこういったね、パック料金を利用する。 場合ですね、3400円分ね、無料で利用していただいてもね、OK っていう風になりますし、まあ3時間でね、2つチョイスしていただいても OK って言った形になります。で、お子様料金とかもね、またね、シャワー料金とかも、まあ、別途ね、記載がありますんで、まあ先ほど言った通りですね、バスタオルはね、440円かかるっていうふうになりますんで、えー、この点はね、覚えておいてください。で、場所についてなんですけれども、こちらね、関西国際空港の駅から連絡コンコース、こちらのこの位置にね、あるっていう いう風になりますんで、まあ、えっとエアロプラザの2階ですね。 はい、にあるっていう風になりますんで、ぜひね、行かれる方は、えー、覚えておいていただければなと思います。で、一応ね、Q&A とかね、結構いろいろ書いておりまして、こちらね、お店自体はね、24時間営業やっているっていう風になりますんで、まあ、いつでもね、利用することができるって言うたになります。で、予約はね、受け付けてね、おりますかということで、予約はね、することができないんですよね。で、今回ね、プライティパスがね、対応になったということで、おそらくね、かなり混み合うのではないのかななんていう風に思います。 ますので数がね限られている個室とか、まあ、シャワーとかね結構混雑してしまうのではないかなっていう風に思っておりますんでこの点はね覚えておいてくださいでまたですねこちらが関西国際空港の公式サイトということでこちらねさっき飛ばさせていただいたんですけれどもこのねキックスエアポートカフェラウンジのどかっていうのはですねえゴールドカードのね提携ラウンジになってるんですよねですのでクレジットカードのラウンジとしても営業しているっていう風になりますんでまあお金も払って 利用することもで、きれば対象のカードを、ね、持っているる方も利用すこになりま,すでまたですね、プライオリティパスと、このね、クレジットカードラウンジの特典っていうのも併用することができるっていうふうになっておりまして、カードラウンジの場合は2時間まで、ね、無料で利用することができるっていうふうになりまして、カードメンバー以外の方、ーク対象カードを持ってない方は、大人ね、30分550円、ブース660円で利用することができるっていう形になるんですよね。 で、注意していただきたいのはですね、対象のね、クレジットカードなんですけども、これね、アメックスが入ってないですよね。ですので、アメックスのね、ゴールドカード以上のね、クレジットカードは、こちらね、利用することができないと思いますので、この点はね、注意していただければな、なんていうふうに思います。アメックスがね、使えないっていうのは結構珍しいんですけども、まあ、ここにね、記載がない以上、おそらく使えないと思いますので、 この点はね、覚えておいてください。で、先ほど言った通りですね、このカードラウンジね、2時間無料で、こちらね、利用することができるわけなんですけども、併用してね、プライオティパスと利用することができるっていうふうになりますんで、最初ね、3時間、プライオティパスで入って、まあ一応チェックアウトする必要があるんですけども、その後2時間ね、また追加で利用するみたいな、まあそういった感じでね、利用することもできるっていった形になります。ですので、まあチェックイン、チェックアウト作業は必要なんですけども、対象のクレジットカードをね、たくさん持っている人はです、ね ですね。まあ何回もね、チェックインとチェックアウトを繰り返せば、まあかなりの時間ね、利用することができるっていう風になりますんで、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。まあこのカードラウンジでね、利用する際はですね、こちらね、ソフトドリンク無料ですけれども、アルコール類はね、有料っていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、珍しくですね、こちら。 飲食物の持ち込み可能なんですよね。ですので、こちら利用する際にですね、近くでね、何か買ってきて、中でね、食事いただくみたいな、まあそういった感じで利用することもできます。で、またね、フリー Wi-Fi も通っておりますんでね、のんびりね、することもできるっていうふうになりますんで、えー、これはね、いいですよね。まあこういったね、感じになっております。 ということで、今回ですね、キックスエアポートカフェラウンジのどかがですね、プライティパスね、提携開始になりましたということで、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、こちらですね、ツイッターの方でね、あの、いろいろ教えていただいたんですけども、まあ、そこまでね、期待するほどのラウンジじゃないみたいな、まあ、ラウンジっていうか、まあ、レストラン特典の、まあ、あの、ネットカフェみたいなね、まあ、そんなイメージっていう風になるみたいなので、まあ、期待しすぎないでね、あの、いてくださいみたいな、まあ、そういったね、助言もいただきましたので、まあ、この点もね、合わせて覚えておいていただければ なと思いますまたですね、無料でね、レンタル品ね、利用することができて、充電のケーブルとかね、ヘッドセット、えー、キャリーケースの軽量器、ヘアアイロン、ン耳栓とかね、ここら辺も、えー、無料でね、利用することができるっていう風になっておりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなぁと思います。まあ最近ね、ちょっとね、プライティーパスのね、話が立て続けにね、来ておりますけども、いいですね。 はい。関西方面ね、本当に、この国内線でもね、利用することができるっていうのはね、本当にいいですよね。ちょっとね、羽田成田、まあ、できればね、羽田空港にね、この制限エリア外にね、利用できるね、ランジがね、ちょっと欲しいですよね。 はい。で、またですね、前回ね、ちょっと言い忘れてしまったんですけども、前回のね、成田空港の、えー、第2ターミナル、栗田に関しても、こちらはね、レストラン特典ということで、アメリカンエクスプレスが発行しているプライオリティパスはですね、レストラン特典利用することができないっていうふうになっておりますので、この点はね、注意してください。で、この話をするとですね、必ずね、質問が来るんですけども、セゾンアメックスってありますよね。えっと、実物、こちらですね。はい。セゾンアメックスプラチナビジネス。こちらね、 セゾンが発行しているデカデカとね、アメックスのマークが書いておりますけども、このクレジットカードはですね、セゾンなんですよね、発行元が。ですので、まあ、デカデカとね、アメックス書いてあったアメックスのブラ国際ブランドでありますけども、プライオティパスを発行しているのはセゾンっていう風になりますんで、こちらのプライオリティパスはレストラン特典ね、利用することができるっていう風になっておりますんで、ちょっとね、ややこしいんですけども、まあ、こういった感じになっておりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで。 終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。あ、ちなみにね、あの、プライティパスね、付帯しているクレジットカードのおすすめは、前回ね、紹介させていただきましたんで、今回ね、ちょっと活用させていただきますけども、気になる方はね、前回の動画もぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ